い、国交省の皆さん、今週も来ましたよね。毎週毎週お探しして申し訳ございませんが、あなた方信用できません。多分ガス抜きでとりあえず工事中止させてますけど、絶対すぐやるでしょ。だから我々は絶対にやめませんということで、今週も始めます。よろしくお願いします。はい、行きます。ヘロコラ埋め立て絶対反対。ヘロコの埋め立て絶対反対。
毎日で、ね、あの原発の方の講義は俺はちょっと、ね、あの行かなかったけど、あのね、これ311と関係ないからね、今もあの今もやられてる、あのね、ね、だからあのね、この講義はねやめないよね、ちゃんと今もやられてる、その暴力だったり暴力じみたことだったりさね、ほんとね、民主主義を何だと思ってるんだ。はい、まず、はい、それだけです。はい、それではどなたか、お話ししてくれる方はいらっしゃいますでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、まあここでいろんな人が喋ってるから、さすがにみんなここにいる方は知ってるんじゃないかと思いますけど、辺野古の海の中ってすごく綺麗なの知ってますか。実は僕はあんまりよく知らなくて、で最近そのネットとかで見て、わ、これは本当にすごいなっていう、その色とりどりなっていうんですか、あれのすごさ、なんか知ったかみしてて、沖縄っつってもね、やっぱり八重山とかあと宮古の周りとかそっちの方行かないとあんまり綺麗な珊瑚礁はないなんてんで、あ、何も知らないくせに思ってたんですけど、本島もすごいんですよね、あれを見ると、ものすごい綺麗なんですよ。あ、でそれこそ本当に魚たちがですねいっぱいいて、これはね、国土交通省の人たちはどっかで関係ないって思ってるかもしれないけど、あそこをなくすっていうのは、そう、国土破壊、環境破壊っていうのはもちろんそうなんだけど、大切なこの国の資源、お金っていう意味で考えてもですよ、資源を棒に振っちゃうことだと思うんですよ。よく経済産業省の前とかなんかでこの国の経済のこととかをいろいろいろんな人が喋ってますけど、基地とね比べて、観光資源と島をですね、沖縄っていう群島を捉えた時に、もうその価値のね差がもう全然違うんですよ。で沖縄県のね、県でも試算してやってるので、確かホームページにも出たと思うんですけど、どの基地だったか忘れたけど、前昔あった基地があって、でその基地を返還して今商業施設が集まってる場所になってるんだけど、その基地があった時にそこで生んでた経済効果、例えば雇用とかもですよ、それと今のあれだともう何倍も違うんですよ。基地がないと沖縄の経済が成り立たないみたいなね、なんかその原発みたいなことを未だに言ってる人とかもいるけれども、そんなことないんですよ。あの島を、あの県を本当に本気で観光立国っていうかな、立県っていうんですか、に持ち込むことができたら、どれだけね、あそこに住む人たちが豊かになるかってことですよ。ものすごい無駄にしてるんです。で、すでにできちゃってるものはもうさ、もうすでにそこは破壊され尽くされて基地になってるわけだけど、それでもう大変な目に遭ってるにもかかわらず、これから新たにすでにものすごい観光資源としてそこに存在しているものを潰してまでやる必要がこの国にあると思いますか。今世界経済がすごい方向に持ってって行ってしまって、いよいよこの国もどん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 本格的な貧困大国になろうとしてます。それにわざわざそれを焚きつけるようなですね、貧困化によりこうなんか煽るようなことをやっぱどうするんですか。で沖縄の貧困度合いっていよいよすごいでしょ。今日は 3.11 なんで、いろんなところで原発のこととか言われてるけれども、原発もそうなんですよね。いろんな地方に
細々としてるものに見えたかもしれないけれども、あったそういった観光資源だけじゃない、いろんな漁業だったり農業だったり、いろいろなあの土着の産業があったんです。でそれを安全だとかね、日本を守るとか経済的にですよ、いう形で騙して、あるいは脅して原発を作ってきて、でその通りに事故が起きて、今福島の浜通り、あの辺に産業が活性化されてますか？されてないですよ。今ね、あの辺野古の海を潰すってことはどれだけもったいないことか、でそれに手を貸すことがどれだけもったいないことか、考えたことありますか？なんかもったいないとかさ、そういうお金のことだけで言ってるように感じるかもしれないけど、そうじゃないところはもういろんな人が言ってるから、言ってるだろうからもうあれなんだけど、本当にもったいないよ。そんなことに手を貸してどうすんの？国土を最大限にさ、まあ利用っていう言い方があるかもしれないけど、それこそ自然と肩を組んでやっていかなきゃなんないのよ。これはそれこそ TPP とかなんかにもつながってくることだけど、国土を生かして、本当に生かしてよ。あのアメリカがやってるようなむちゃくちゃな農業とかやると国土がむちゃくちゃになっちゃうのね。まだアメリカは日本と比べて国土が広いからむちゃくちゃになっちゃったところ、あの大量の地下水とかを無理やり組み上げて、でそこで無理やりな農業をやったりするわけだ。そうするとそこの、地下水が枯渇して、なんかあの塩とか出てきちゃうんだよね。別に海の近くじゃなかったりして、でそこはダメになった。でダメになったら、まあいいや、ここはダメになったら他のとこ行こうって、いやそうやってやっていったりするんですよ。でそれがいいとはもちろん言えないけど、それが日本はそういうことすらできないんで、大切にしていかなきゃなんないのよ、国土を。でたくさんの人たちが暮らしてるわけ、狭いところで。でうまくやっていけば、この国ってものすごい観光資源とか農業資源とか漁業資源とかっていっぱいあるの。そういうのを守っていくのがあなた方の仕事でもあるんじゃないですか。それがあって、豊かな国土があって、そこに豊かなコミュニティがあって、そして文化があって、そこで初めて経済産業が成り立っていって活性化していくのよ。それのあなたたち自分たちの省庁っていうのはさ、実はさ、ものすごい地味なことやってんな俺たちって思ってるかもしれないけど、本当はあなた方はその土台を守ってるのよ。そういう仕事をしてくださいよ。税金が、それこそ首相が言ってたことだけど、僕らのところが吸い上げられて、であなた方がそれを分散っていうか、あの割り当てていろんなことやってるわけだけど、ちゃんと僕らが生きやすいように、そして僕らが生きやすいようにこの国土を最大限に利用する、そのこの自然とあるいは文化と肩を組んで僕らが生きていけるようにしてくんないと、この豊かな島がみんな砂漠になっちゃったら、この国の豊かな沿岸部がみんな海のような砂漠になっちゃったりするんですよ。同じ沖縄で言っても、例えば石垣島で今もう結局ね、無理やり作らされちゃって、白穂の、何でしたっけ、というところにの近くにね、飛行場を作って、でそうするとそこのところに飛行場とか作って大きな工事とかやると、大量の土砂がきれいな珊瑚礁とかに流れてきちゃうのよ。そう、いっぱい生態系が壊れちゃうわけ、観光資源を壊しちゃうわけ、お金捨ててるのと同じ、そういうのことを沖縄でも常にやってきたの。もっと言えば、戦後にたくさんあれだけ米軍基地を作ったってことは、それだけ本当はもっと豊かな自然だったのを壊してきたってことなんだよね。それを今またやる必要がどこにあるんですか。米軍だってもう縮小しようとしてるのよ。まあもちろんオフショアなんとかって言ってね、それ各地のやつを自分たちのじゃない軍に、国の軍に任せようみたいな方針とかも出てきて、そうやってやってるところはもちろんあるんだけど、そういうのはまああなたが関係ないかもしれないけど、そういうことはそれこそ外交の力でうまく跳ね返してね、でも仲良くやっていく方法をいろいろ考えなきゃならないけど、まあそれはちょっと国土交通省と違うかもしれないけど、あなた方はそれこそ外務省とか他の省庁とぶつかり合っても、いやそんなことやったら我々が住むこの国土を守れないじゃないですか、だからちょっとさすがにこんな工事はできませんとか、
そんなことぐらい言ってほしいな。じゃないと本当にそれこそ国土交通省なんてある意味ないっすよ。本当の仕事をやっていきたい、いただきたい。どこの省庁でも同じようなことばっかり言ってるけど、ちゃんと僕らの方を向いて、僕らにとって、市民にとって得することをやってくださいよ。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、どうもどうも、こんばんは。僕はNHK が大嫌いなんですが、番組にもよるんですよ。NHK で僕は好きな番組が一つあって、それはブラタモリっていう番組なんですけど、この間2週間にわたって沖縄をブラブラする、はい、で、まあ、ブラタモリっていうのはタモさんとアナウンサーの女性アナウンサーが、まあ、ブラブラ散歩しながら地元の大学の先生とか研究家の人にその土地の歴史を聞いて、その歴史のその後をこう巡るっていう番組なんですけど、はい。この間那覇は2つあるっていう回がありまして、那覇ってのはもともと琉球王国の、都だった首里城に物資を届ける港町だったんです。で、それで栄えていたんですけど、沖縄は戦争があって米軍が来ました。まあ、普天間飛行場も米軍が来て無理やり、住民を押しのけて作ったとこですけど、那覇ももともとあった那覇は港町で、そこも米軍がやってきて、で港を自分たちは軍港にして、何キロかその円を描いて、そこから住民を全部外に出しちゃったんです。それで、その前に空襲でね、焼け野原になったんですけど、それでもともと住んでた人たちは仕方なく今の国際通りのある方に逃げてきて、で川沿いにそのテント屋とか建てて、商売とか始めて、なんとかそこで住み着いて、戦後の復興を成し遂げたわけなんです。だからもともとあった場所は、その那覇の港は今でも米軍の軍港がある。これってどうですか、中国軍が攻めてくる攻めてくるってよくそういう話を聞きますけど、米軍に侵略されてんじゃないですかね、日本は。沖縄は北方領土はソ連軍に、ね、侵略されちゃってるし、これって一体どういうことですか。そのね、その米軍に莫大な予算をかけて、お金、思いやり予算を入れて、しかも何、辺野古に基地を作って差し上げる、これってどういうことですか。俺たちの税金をどうしてそんなにするんですか。皆さん、頭のいい官僚の皆さん、普通に考えておかしいでしょう、あんたたち。頭のいい皆さん、なんとかしてください。なんとかしろ。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、次の方、はい、誰ですか。あ、英語でいい。待ってて、うん、はい、国交省の皆さん、海上保安庁の皆さん、毎週この時間に来てますけど、今日はね、3月11日ですね、2016年。本当は今日は、私も家族、まかみさんだけですけど、本当は家でね、静かにしようと思ったんですけども、石井ね、国交大臣が、先週の、基地建設中止のね、法が出た後にすぐに尾長知事に対して是正勧告をしたんで、
やっぱりちょっと、現状が許さないんで、ここに来ました。でもやっぱりその前に、本当、2016年3月11日ということで、ちょっと新基地反対だけじゃない、ちょっとコールしますんでよろしくお願いします。311、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 
える日だ。命のことを考える日だ。命のことを考える日だ。311は終わってない。311は終わってない。どうなんですよ、国交省の、ね、方も、海上保安庁の方も、本当今日ね2016年3月11日で本当、5年前の、ね、東日本大震災の、大地震、津波、その後のね原発事故、避難された方、津波にねとか地震で命を落とされた方のねことを本当考えてるね、皆さん考えていらっしゃると思うんですけども、本当なんだろう、そういうね、本当今も言いましたけど原発事故もね終わってないし、福島第一原発のね事故、そして避難生活されている方、そういったことを本当終わってないこの現状の中で、さまざまなね問題、起きてますね。でその中で辺野古のね新基地建設の反対、繰り返しますけど先週ね4日に、大執行のね話が、なんか安倍首相の鶴の一声で、中止となりましてなりましたが、その翌日かその翌々日に石井国交大臣が、基地建設反対に対して是正を求めるという、本当に何とも言えない、ことを発言してますけど、っていうか石井国交大臣、なんかそういう報道出てるけど私あなたの発言をちゃんと報道とかねで見てないんですよ。ちゃんと説明してほしいんですよ、それを。まあそのね中止の問題も多くの方、ね参院選の前の、リップサービスやあとね、アメリカ大統領選前のね本当そういうね、ことでそういう措置が取られているってことを皆さん分かってると思うんですけど、辺野古の問題で、一昨日ぐらい山城さんっていうね皆さんご存知だと思いますけど、その方に淳がインタビューしてる映像を見たんですけど、すごい恐ろしいこと言ってましたね。辺野古を埋め立てる、土砂ねありますよね。それが九州とか大分の方だったかな、九州だね、大分ね、あと山口の方からなんか持ってくる
でも地下で300メートルぐらいから持ってくるっていう話があって、そこに放射性ね、廃棄物を埋めるんじゃないかっていうことをね言ってました。本当そういうことを記念される、だから本当つながってるじゃないかと思います。僕も本当そういうなんか、もうそういうね、本当未来にしたくないですし、それのね本当現場で、ね、会場では、片棒担いでる海上保安庁、そしてそういったね、法の立場で法の場で、ね、訴えている、石井大臣、本当に許されないと思ってます。じゃあコールします、よろしくお願いします。わっしゃい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 辺野古の新基地絶対反対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 負担軽減嘘っぱち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 海が泣いてる辺野古の海が海が泣いてる辺野古の海が海が泣いてる暴力で海が泣いてる暴力で海が泣いてる辺野古の海が海が泣いてる辺野古の海が海が泣いてる暴力で海が泣いてる暴力で新基地建設絶対反対新基地建設絶対反対米軍基地はいらないいらない米軍基地はいらないいらないいらない米軍基地はいらないいらない米軍基地はいらないいらない新基地建設絶対反対新基地建設絶対反対わっしゃい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 311に考えろ311に考えろ311に考えろ考えろ人の命を考えろ人の命を考えろ平和について考えろ平和について考えろ311に考えろ311に考えろ311に考えよう311に考えよう命について考えよう命について考えよう平和について考えよう平和について考えよう。わっしょいわっしょい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 。辺野古の新基地絶対反対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 。沖縄の民意を聞け。沖縄の民意を聞け沖縄の民意を聞け沖縄の民意を聞け頑張れ頑張れ尾長知事頑張れ頑張れ尾長知事頑張ろう頑張ろう尾長知事頑張ろう頑張ろう尾長知事頑張れ頑張れゲート前頑張れ頑張れゲート前頑張ろう頑張ろうゲート前頑張ろう頑張ろうゲート前頑張れ頑張れカヌー隊頑張れ頑張れカヌー隊頑張ろう頑張ろうカヌー隊頑張ろう頑張ろうカヌー隊屈しない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 わっしょ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 い石井大臣是正やめろ石井大臣是正やめろ石井大臣是正をやめろ石井大臣是正やめろ石井大臣恥を知れ石井大臣恥を知れ是正勧告さっさとやめろ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 石井大臣恥を知れ石井大臣恥を知れ石井大臣恥を知れ
石井大臣発表しろ、わっしょいわっしょい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 、暴力差別を今すぐやめろ、暴力差別を今すぐやめろ、暴力排除を今すぐやめろ、暴力排除を今すぐやめろ、暴力差別を今すぐやめろ、暴力差別を今すぐやめろ、暴力排除を今すぐやめろ、暴力排除を今すぐやめろ、辺野古の問題みんなの問題、辺野古の問題みんなの問題、辺野古の問題みんなの問題、辺野古の問題日本の問題、辺野古の問題日本の問題、辺野古の問題世界の問題、辺野古の問題世界の問題、米軍基地はいらない、いらない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 、平和のために基地はいらない、平和のために基地はいらない、平和のために基地はいらない、平和のために基地、わっしょいわっしょい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 、三一一に考えよう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 、平和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 、本当の平和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 、わっしょいわっしょい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 、わっしょい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあそんな感じですかね。まあ、とりあえず、じゃあ、ね、本当、今日、最後一日、本当、命の、ね、ことについて、やっぱみんな思い知らされたじゃないですかね、5年前ね、いろんなことで、今、こう、なんだろう、世界観が変わったり、ね、自分の、ね、生活とか、世界観とか、ね、いろんなことが変わりました。ね、で、いいふうに変えていきましょうよね、本当ね。ということで、命が一番コールってどうですか、三章、命が一番、三章、じゃあいきますよ、命が一番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 。はい、ありがとうございます、ね、命を一番に考えてください、よろしく。はい、ありがとうございました。どうもどうもありがとうございました。ありがとうございました、ね、あ、で、本当ね、ありがとうございます。ね、奈々ちゃん見てんのかな、奈々ちゃん、ね、また来るよ、ね、あのね、また来週、ね、今ね、俺の友達が、沖縄でちょっとライブやってるんですよ。で、なんか辺野古ゲートの方前にも、ね、行きたいっていう話で、多分行くと思うんですけど、この時に淳にを訪ねるといいよって紹介してあるんで、俺もコブさんも友達なんだけど、千葉大蔵ってやつが、沖縄行ってて、もう辺野古もゲートも行くぞって言ってるんで、もしあったらよろしくお願いしますということです。よろしくお願いします。多分、この3日間ライブで、だからその次かなんかわかんない、その4日5日の間に行くと思います。じゃあ、ではよろしくお願いします。どうも、視聴者の皆さんありがとうございましたね。ゲート前ね、まだまだ大変ですけど頑張ってください。こっちも頑張ります。どうも、失礼、ありがとうございました。まあ、終了です。